なんだこれ。竜が見えないように調整してください。灯火が見えて竜が見えないように。見えるんだけど、ユーポン、竜。いやいや、え、なに？灯火が見えて竜が見えないように。そんなん言ったら言って明るさゼロになっちゃうんだけど、ゼロでも見えるし、なんだこのゲームは。あ、キーコンフィグってこれね。ニューゲームでいいんだよね。ニューゲームでもちろん。ニューゲーム。お、あ、来た。また、また、また、また竜がなんか出てる。また。また。またなんか竜かなんかって出る。見えるってだから竜は。とりあえずね、あのムービー終わりました。ムービー終わってあの静かになった。はいはいはい、うん、あのまあ、あの今見させてもらったんやけれど、はい、なんかそのこれから始まるなんか的なのを見させてもらったんやけど、はいはい、全く何言ってるか分かんなかった。大丈夫大丈夫、そういうもんだから。そういうもん、大丈夫。そうそうそう、3から入ってるんだね、いかんせん。確かに、確かにね。まあ確かにそうだね。そうそうそう、うん、いっぱいあるから、これ、うん、若年と、はい、総年と老年。あんま関係ないんじゃないかな。やけどさ、やっぱさ、上にだって外見だけで能力の差はないって書いてますから。読んでないから、それ。けどやっぱさ、その何、世界観に入り込む大事でしょ、はいはいはい。で、まあそう考えた時、その何、この若年、若なんて言うんだろう、若年っていいや、うん、若年は 1歳からまあ29くらいかな。あ、で30から、あ違うな、1歳から20が若年だな。で21から40が、21から3てか1歳からダークソウル3やるやつおる？ベイビー、そんなベイビーおる？いないよね。そんなジーニアスなベイビーおる？そ、あ、いなかったわ。いないいないいない。道なりに進んでもらえば基本的には。あ、道なり、ちょ、敵めっちゃいいんだけど。お、それを倒していくわけですよ。あ、やばいやばい、3、ああ、え、ここで死ぬやつっておる？まあまあ、僕も最初死にましたよ。あ、死んだ。え、嘘。あ、え、あ、ちょ、キャラクターが弱いんじゃん、これもしかして。違う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 、そんなわけないでしょ。これキャラが弱いんじゃないか、これ。え、本当に死んだ？死んだ。あれ？けど火灯してたからさ。ちょ、ガード使っていくわ。ちょ、ガード使っていくわ。そう、ガード使ってちゃんとクリックで、うん、で相手が立ち上がる前にさ、こう攻撃したら、そう、ロックオンとか分かります？全然分かんない、ロックオン。ねえ、見たことあるんじゃないの、動画とか。けど絵手が見たところは戦ってるところじゃない、なんか移動してるとこばっかり。まあまあまあ、そうやな。うん、 RTA ロックオンね、どこだろう、設定最初9かな、コントロール、あ、何やってる、コントローラー、うん、キーボード。じゃあ9でロックオンできると思います。で、ちょっとやりづらいんで変えた方がいいです。あ、できた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 。で、そのどこまで来てんの今。
え、今なんかあの門の前でボウガンで火撃ってくるやつ。え、2体?1体。じゃあ後ろから最初墓から出てどれぐらい進んだ？火灯した？あ、火灯して早いな。あの崖降りてきた今。嘘、じゃあそれまでの敵全部無視？いや、ちょっとずつ倒してたよ。あ、本当？うん。早い？早い、早くてびっくりした。ちょっとさすが、さすがあれでしょ、アクションゲームマスターでしょいや、ちゃんと探索してんのかなと思って探索大事しないとダメですよ、このゲームは。探索？うん、してる。頑張ってください。してるよ。なんかね、なんか人の石像のとこに来た。人の石像ってどこだ？剣抜いた。剣抜いた。分かったかも。剣抜いた。うん。あ、それボスだよ。はぁ、あ、はぁ、あ、ちょ、待ってや、ちょ、これどうするん？え？な、え、これはけどさ、あの、倒さなきゃいけないやつ？最初。そう、最初のボス。最初の、一番な。おい、アクションゲームマスター舐めんなよ。RTA 見て。このゲームがね、うん、そう、だいぶ頑張って、このゲームがね、死にゲーだって言われてる理由がわかるから。え、これ、いや、ガードしてたら、勝てるじゃん、こんなの。じゃあ、スタミナというものをご存知でしょうか？ああ。あ、存じる前に死んだわ。なるほど。存じ上げる機会がなかったと。うん、機会なかった。死んだ。これなんなん？ちょ、あれはと、ちょ、やばい、積んだかもしんない、じゃあ。わかった、もうすぐ、すぐ立ち上がった。時計回りだった気がする。わかんない、ちょっとね、正直わかんない。ちょっと待って、反時計、時計でしょ、反時計だから右回りってことか。こうだな。オッケー、わかった、行きます。死んだろ？え？勝てるわけないじゃん、そんな。すげえよ、こいつマジで。なんで勝てたんだ、当時。反時計回りで、回りつつ、ガード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 、ここ。ガード、あー、ガード。あ、時計回りから。嘘でしょ。の方がだったかもしれない。なんかね、それどっちかで回ってると攻撃めっちゃ受けやすいんだよ。あー、エストビン強い。
盾持ってきやがるなこいつ。あ、絶対時計回りでしょこれ。ユーポンの方がやりやすいかな多分。あいやけど、ちょっとずつ与えるダメージはね、大きくなってきている。時計回り、一瞬時計。くっそ、強え、こいつ。ここで何回死ぬんだろう。そういうこと。リポン勝った。ちょっと待って、僕全然勝てないですからまだ。えっくっ、リポン、リポン得て勝った。うわー、そうか、それだ。待って、いや、まあ、もうかがり火したもん。かがり火した。嘘で、その状態で死ななければ、エテさんが、うん、多分、うん、いける。あの、ボス倒したりアイテム使うと、残り火状態ってのになるんですけど、うん。ホストはその状態じゃないと、できないんですよ。で、その残り火状態ってのが死んだら解除されちゃうんで、うん。死なないでください。今、ここに突っ立っとけばいいの？とりあえず。多分。ちょっと、まあ、ユーポンがユーポンにはまだ無理かな、そこのボスは。クソ、こいつ本当に強いんだな、マジで。ユーポンにはちょっときついかもな、そのボス。